買ってないわ。行かれへんやろ、今上がったとこやのに。今日勤終わったとこや。これから夜勤や。夜勤前にちょっと吉木君に行くぞ。いや、夜勤前に吉木君に行くぞ。吉木君って事務所でちょっと休憩して着替えて夜勤です。よいしょ、ごきげんよう。今日日勤だったんだけど、日勤でね、まあここだけ話、ぶっちゃけ3時間昼寝したからちょっと元気、ちょっと元気。今日は3時間休憩できたからちょっと元気。眠たいわ。で、今から吉野家で牛皿定食食うて、一番安いよ、牛皿定食。あーです、えーす、えーす。なんで贅沢やん、牛皿定食と何が贅沢やん。一番安いじゃないか、こんなもん。一番安いじゃないか。警察車両、警察車両おるぞ、警察車両おるぞ。かわいい。街角や、違う、街角やじゃない。いや、作るっておかしい。あ、牛すき鍋膳でもええな。牛すき鍋膳、花火じゃねえ、牛すき鍋膳食べる。648円プラス税金。牛皿とどっちが安いやろ。牛すき鍋膳贅沢やな、贅沢やな。700ちょっとすんで、ちょどうしようかな。ここってピタパでも払えるのかな。ピタパはね、使われへんわ。マジか、ピタパ使われへん。行こうか、使えるけどピタパ使われへんわ。どうしようかな、ちょっと考えるわ、ちょっと考えるわ、一瞬考えるわ。どっちにしようかな、牛すき鍋にするか。ないわ。どんだけ騙されてんだよ。ビキング配信、ビキング配信。どうしようかな。牛皿、牛皿安いな。やっぱ牛皿やな。牛皿でいいわね。牛皿と牛すき鍋。650円と500円、150円もちゃうからね。150円も差あるからね。すいません、牛皿、牛皿、定食で、はい。何盛りでよろしいですか。え、何盛りでよろしいですか。あ、何でいいです、はい。牛皿定食。いや、大花火やったら考えるけど、牛丼代持ってきたかな、ちゃんと。牛丼代持ってきたかな。1、2、3、4、5、6万、6万しかないわ。貧乏やから諦めたら6万しかないから、お前は。大体残せやな。あかん、貧乏なんだよな。貧乏なんだよな。いらっしゃいませ。家賃払えてない。家賃と携帯代まだ払えてない。家賃と携帯代まだ払えてない。コップないし。コップないから水も飲まれへんし。俺に水はくれない。俺には水くれない。俺に水をくれ。すみません、コップもらっていいですか。コップ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 。ありがとう。めっちゃ満面されて。じゃないし。あ、お疲れです。お疲れ。お疲れ。お味噌汁まだかい。あいみちゃんがお味噌汁まだしちゃったから、俺の牛皿できへん。9時じゃ。まだ9時間ぐらいで俺の仕事が終わんの。はい。はい、はい、どうも。何にでも七味、お味噌汁に七味、お肉にも七味で、卵には醤油、卵には醤油、卵には醤油。写真撮ってこい。
今日のディナー、今日の超豪華ディナーのシャメコとかのさ、今日の超豪華ディナーのシャメコ、超絶豪華ディナーのシャメコ、インスタアップするからね、インスタにアップするからね。はい、味噌汁味です。今日卵とかだ、ね、卵醤油だけでも卵かけご飯でも美味しくて、ここに肉があると贅沢、贅沢やろ、贅沢するやろ。
はい、はい、キーポイントカードやったっけ。たまーたまりいっちゃう、はい、こうやってカードなんでしたっけ。 T ポイントでしたっけ。 T ポイント、はい、あ、ごめんなさい。ああはい、大河さん、まあ、はい、どうも。例えばさ、 T ポイントカードが最近接触不良でなかなか読み込みができなくて、ファミマでも止められて止まってたわ。あーしんど、あーしんど、お前らが花火投げないから俺いつまでたっても働かされてんだけどねえ。日勤夜勤行ってその後俺また1個面接行くからな。正月、いいバイト見つけたの。警備の正月バイト、警備の正月バイト、時給2000円の正月バイト見つけたから、そっち行くから。アホか、ああいうアホか、ああいうアホか、ああいう。そんなの、もう無理言って休むからな。手当もつきませんのに、クソやろ、ボケがよ。クソ会社なめんのよマジ。正月も時給制とか頭おかしいやろこのクソ会社。死ねえよマジ。
まあ、もしかしたら正月一人体制かもしれんな、これ一人24時間体制かもしれんな。みんな休むんちゃう、当たり前よ。手でつきませんの誰が働くの。ほんまクソな会社だわ今言った警備会社。つぶれろあのクソ会社マジで。そろそろ暖房に切り替わるみたいなことがあったけど、暖房に切り替わったかな。ファックスがさ山ほど来るからさ、あのうちのプリンターファックスとインク何も入ってへんねんけど、大事な書類来たらどうすんのって言ってたけど、大事な書類が来たら届きましたかって言って電話入るからね。書類なんか届いてないんだから。しゅんちゃんさんインク代よこせよ。まあインク代よこせよ。あ、っていうか、あ、そうか、今日昨日持ってきたからこれ留守電入ってないね。バンブーさんメガホンをプレゼントしました。しゅんちゃんさんにゃにゃにゃいすー言えよ。疲れた。疲れた。疲れたんだけど。疲れたんだけど。みんなにとっておきの正月バイトを紹介してあげる。正月バイトとっておきだよ。これ絶対言うなよ、お前。お前絶対何にも言うなよ。なんと住吉大社の警備が時給1700円でございます。時給1700円。しかも深夜手当がつくと2100円。絶対こっち行くだろう、ね、時給倍やぞ。時給倍やぞ。絶対こっち行くやろこんなもん、うん、俺明日面接行ってくから。面接してもしゅんちゃんさんおみこしさんナンパできるかもよ。おみこしさん、それみこさんやろ。おみこしさんってみこさんやろ。みこちゃんと仲良くなるかもしれんからね。女子大生アルバイトみこちゃんとね、うん、仲良くなるかもしれないから。お前らがアイテムくれないからいつまでたってもうね、いろんなバイトを掛け持ちしないといけないんだろうよ。これもそれも全部お前らのせいやからな。全部お前らのせいやからな、言うとくけど。何個バイトしないといけない。エヴァンゲリオンさんいいねをプレゼントしました。いいね、ね、バンブーさんそうだね。うん、そやろ。何もかもお前らのせいやからな。全部お前らのせいやからな。ああ、食った食った。
もう30分休憩したらもう現場行かないといけないよ。やばくない？どんだけ働いてんだよ俺。しゅんちゃんさんいつ社長に戻るの？ん？戻るも何も社長は社長のままやで。社長がアルバイト行ってるだけやから、うん、社長様がアルバイト行ってるだけやからな。疲れるわマジで。バンブーさんこないだと同じ場所。こないだと同じ場所。ああだからあの今日もあの警備中はねあのラジオ配信するから、うん、ラジオ配信するからあの味しめたから俺。警備中はラジオ配信ができることを味しめたから、うん、しゅんちゃんさん風俗街配信来た、ね、バンブーさん画像出そう。画像は出せないわ。さすがに画像は出せないわ。着替えないと。警備の制服に着替えないと。今作業服だからまだ。まだ作業服だから。クソ会社だわ。警備会社なんかまともなとこ一社もねえからないとっけど。だってセコムがね、セコムがセコムしてる家に、ね、隊員が泥棒に入るような。バッター警備員になろ。バンブーさん画像出したらアイテム飛ぶかもよ。知らんけど。絶対飛ばねえわ。保証は保証するわ。画像飛んだら俺の首が飛ぶだけやろ。画像出したらアイテム飛ばんけど俺の首が飛ぶだけやろ。何をうまいこと言わしとんの。スマホ充電しとこ。スマホ充電しとこ。バンブーさんうまい。え？いやうまいじゃねえわ。うまいじゃねえわ。はあ、疲れた今日も、うん、デマンゲリオンさんうまい座布団1枚。1枚じゃねえわ。あ疲れたな。もう行きたくないんだけどお前ら代わりに行ってこいよ、ね、俺の代わりに行ってこいよ警備。正月バイトすごくない？でも正月バイトすごくない？正月バイト、正月これ住吉大社や。間違いなくだって住吉区のね有名神社の警備ってお前住吉大社やどこがあんねんって話やろこんなもん。ただ住吉大社とは言うとあかんから書いてへんけど、南海の住吉のねあの何その警備ってお前有名神社の警備って住吉大社以外にどこにあるんだよ。別に住吉大社じゃなくてもいいけどさ、別にどこでもいいんだけど、令和元年11月7日ね、時刻は9時、夜の9時29分回ったところでございます。しゅんちゃんさん、ね、大手企業で勤務できるね。心斎橋から犬 1K をぶっ壊すということでね、正月バイトの話です。正月バイトね、住吉区、大阪のね住吉区のね、有名神社ね、どことは言うてないですよ。どことはね言うたらダメですよ。有名神社でね、じゃあの警備ね、時給がね、なんと1700円でございます。時給1700円ね。しかもこれ、22時から5時までは2125円やからね。時給2225円よ。でもこれね、12月31日から1月3日の三が日の話だわ、うん、で、13時間、めっちゃうまいなこれ。13時間の1700円っていくらもらえんだよ。2万円超えるやん、うん、
12月の31から、1月の1日はなんと21時から、翌日の22時まで25時間拘束やけど仮眠ありで、2日3日1月2日3日が、9時から10時朝の9時から夜の10時で、1月の4日5日が4日5日は時給1300円だわ。4日5日は時給1300円、まあ1300円でも美味しいわな。これが8時から17時、だからこれ8時間勤務やね。8時間かける1300円、あーまあまあやな。4日5日はもうええかな。4日5日は微妙や。4日5日は今の会社行ってもいいかな、どうせ寝てるだけやから。31123はこっちの方がいいだろう。1700円やぞ時給。あ、でも夜勤あんのこっちだけやんけお前。夜勤が、夜勤、この夜勤があるのって10時以降やから、ここ10時までやからここしかないやん。 ここの間だけやんけ。マジか、どうしようかなって感じやな。どうしようかなって感じやな。まあでも明日ね、この、 あの警備 の、 あの登録行ってくるから、うん、でまた俺講習受けなあかんねまた4日講習受けんのみたいな、このためだけに4日間講習受けんのみたいな、めんどくせえなみたいな。バンブーさん、31日はハンバーガー50個食べきるまで年を越せまてんやろう。やらないよそんなの。バイトするよ31日とか。そんなもん稼ぎ時でしょ。31、1日とかね、手当つけてくれるんだったらね、よそ出るけど、手当くれないんだったらこっち出るからね、俺言うとくけど。ああマジで。そんな。やっとれんわ。アホかよ。ということでね、皆さんもね、そうそう、もうあのまだ11月やもって侮ったらあかんで、ね、11月やもって侮ったらあかんで、俺もう正月の話してるからな、これもう来年の話してんのよ。11月7日やけど、もう来年の話してるからな、俺、うん、もう来年のこと考えてるから。しゅんちゃんさん、年越し配信しないの。いやだからこう警備行ったらできへんよな、こんなん行ったら。こんなん行ったらできへんで。いや相手も飛ぶんやったらね、今の会社で夜勤して配信しながら夜勤するけど、どうせ相手も飛ばないんだろう。相手も飛ばないんだったら警備行くから、これの警備行くから。お前ら住吉大社来たら俺に会えるぞ住吉大社言うてるけど、ほんまに住吉大社かどうか知らんで。バンブーさん、メガホンをプレゼントしました。ほんまに住吉大社かどうか知らんで、それは保証せえへんけど、うんね、そういうところですよ、ね、皆さんもね、お正月の予定ね、もう立てていってくださいね。もう 今から正月の予定組んでいかないとね、間に合いませんよ。お正月、お正月ね、いうことでよろしくお願いしておきます。12月も1月も忙しいから、うん、講習受けたり資格とか、あの今の会社ね、結局手当てくれへんからね。何やかんやって手当てくれへんからね、今の会社。